アイアプリシエ高梨いつきです。この動画では私が子供に送った46のバッドプレゼントについて一つずつ説明をしています。ほ不安1エピソード。今こうしないと全て失敗するのよ。失敗は許されないんだから。できるはずがないでしょ。子供がいろんな可能性を考えられるようにと最悪の事態も提示してわざと不安にさせるような親でした。2. なぜバッドプレゼントなのか。子育ては穏やかに肝の据わった安定感のある人間を育てることで不安を煽ることではないからです。子供に常に不安を感じさせていると最悪な状態ばかりを考えてしまって他人も不安にさせる大人になってしまいます。 3. どう振る舞えばよかったのか。今こうしないと全て失敗するのよではなく、何度でもやり直しはできるし失敗は宝物なのよ、だから大丈夫と言えばよく、何も不安に思う必要はないと教えればよかったのです。子供には謝っても謝りきれないですね。一生懸命育てているのになぜかうまくいかない、どんどん関係が悪化していく。同じ子育ての苦しみを背負っている人のために自分が犯した過ちについて書き動画でシェアしました。参考になれば幸いです。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。